クリスピン・ヘリオングローバーはアメリカ合衆国ニューヨーク市出身の俳優、映画監督である。1964年ニューヨーク市に生まれ5歳の時にロサンゼルスへ家族で移る。父親も俳優のブルース・グローバー。そのため幼い頃から俳優を志したという。13歳の時から芸能界に身を投じ、主にテレビ中心でファミリータイズや ハッピーデイズなどのシットコムやテレビドラマへ出演。その後、活動の場をテレビから映画業界へ移す。数本の映画に出た後、1985年に大ヒット作、バックトゥザフューチャーでジョージ・マクフライを演じて注目された。しかし、2作目への出演を断った。グローバーは、前作のみんなが戻ってきた。出演量の関係でも、誰かが、 犠牲になる状況だった。私は求められていないと感じた。普通の交渉ではなかったと語っている。監督のロバート・ゼメキスと制作のボブ・ゲールは無断でパート1の映像とフケメイクの潜在写真を流用した。さらに別の俳優にパート1で使用したグローバーの型を使い、偽の鼻や頬骨、顎を特殊メイクで施し、グローバーが 映画に出演していると観客に思い込ませた。グローバーはこれに対して無許可で自身の肖像を、イメージを使用されたとして訴訟を起こしたが保険会社が示談金76万5 0ドルを支払い解決している。これは俳優のイメージの使用に関しての新しいガイドラインを作るきっかけとなった。グローバーはゼメキスは私の立場を組んでくれたと語った。 その後、ゼメキスとは和解し、2007年に彼の監督作品、ベオウルフ、ノロアレシ、勇者に出演しているが、ゲールとの異根は解けていない。ゲールはインタビューで、グローバーを貶める発言を繰り返したことで、あいつは自分の違法行為を正当化している。人々がそれを信じてしまい、私が悪役になっていると憤っている。 ハリウッドを切っての変人ということも世間には浸透しているようで、1980年代後半にデビット・レターマンが司会を務める人気番組、デビット・レターマンショーエゲスと出演。明らかに時代遅れな変装と挙動不審なキャラクターでのレターマンとのトークも微妙に噛み合わず、力自慢の話でヒートアップして自分の強さをアピールするあまりレターマンの頭に、 向かって空振りキックを披露。当たりこそしなかったがそのことが、レターマンの激輪に触れ、まだ時間があるにもかかわらず別のコーナーへ移ってしまい、CM 中にスタジオをつまみ出されてしまったことがある。だが、その後、その変わったキャラクターが受けたことにより、同番組には再びゲスト出演している。作家でもあり、ラットキャッチングと、オークモという本を出版している。また、 ミュージシャンとしても活動している。近年は IT 三部作と称する自主制作の過激なアート映画を制作中。ビッグ、スライドショーという方式での各地の巡業方式でのみ上映しており、ソフト化も行っていない。なお、2008年の金沢映画祭に出席するため来日。同方式にて IT 三部作の2作品が公開された。 来日は他にも2000年に、チャーリーズ・エンジェルのプロモーションで、ルーシー・ユーや、ドリュー・バリモア、そしてトム・グリーンと共に果たした。2007年に出演したパロディ映画の、鉄板英雄伝説においては、チャーリーとチョコレート工場に登場するウィリー・ワンカの、パロディ版、ウィリー役で登場。後に、アリス・イン・ワンダーランドで本家の監督ティム・バートンに、起用され、 本家ワンカヤクのジョニー・デップと共演を果たした。同作品では、ハートのジャックを演じている。ベルナー・ヘルツォーク、デビット・リンチ、ダニエル・クロウズ等と親交が深い。ありがとうございます。